お疲れ様です。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、真骨頂製法の仮面ライダーダブル、ジョーカーをハードボイルダーに乗せてみました。真骨頂製法の仮面ライダーダブルは、ダブルドライバーに外野メモリが着脱可能となっているんですが、皆さんご存知の通り、これがめちゃくちゃ小さいんですよね。CSM の外野メモリと並べるとこんな感じです。ダブルドライバーに挿しても固定されないので、ポーズ変更をしている間にいつの間にか抜け落ちてしまいます。ギミックとしては面白いけど、挿したままで飾っていたらまずなくしちゃうでしょうね。以前の動画でサイクロンジョーカーをハードボイルダーに乗せていますので、ジョーカーを乗せた後、動画の後半でサイクロンジョーカーも再度編集して載せておきます。動画の最後まで見ていってくださいね。
サイクロンジョーカーも造形や関節の構造はジョーカーと同様の作りになっていますので、ライディングポーズは基本的に似たり寄ったりとなっていますが、前半のジョーカーと比べてみてくださいね。今回も撮影していて思ったんだけど、ライダーを乗せてもリアサスが沈まないから見た目に違和感があるんだよね。飾り方によってサスペンションの沈み具合を固定できるように仕様変更してほしいですね。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いって思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。クレーへお越しの際はうちの店にも遊びに来てくださいね。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロでした。バイバーイ。